2019年4月の東京都池袋の乗用車暴走事故で妻子を亡くした松永拓也さん34歳らが運転していた旧通産省工業技術院の元院長飯塚光三被告89歳に損害賠償を求めた訴訟の第一回口頭弁論が9日東京地裁で開かれ元院長側は請求棄却を求めました。訴状によると原告は 亡くなった妻・マナさん、三十一歳と長女・リカちゃん、三歳の親族。九人で、遺写料など契約一億七千万円を請求。無罪を主張する。元委員長の刑事裁判が長引く可能性を見越して提訴しました。松永さんは、早く元委員長から真実を聞きたいと説明しています。元委員長側は、請求棄却を求めました。 曲がりなりにも自身の運転する車で他人を殺しておいて損害賠償の請求に対し請求棄却を求めるってどういうことですか争う姿勢を見せているということは全く反省も皆無であるということです松永さんの奥さんも子供さんも二度と戻ってはきません私は松永さんの親族ではありませんが親族でなくても この案件は許せませまん。この事故の加害者と弁護側のコメントには不快感しかありません。刑事罰の行方はともかくとして民事の損害賠償すら応じないんですか。本当に人出なしだ。